お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はね、こちらのチャレンジがまあ来てるので、やっていこうかなと思います。墓の番人、盾なき王冠バージョンというところで、なんかかっこいい感じのね、やつをやっていくんですけど、他にもね、すごいっすね。この可愛い絵の、まあ、やつとかもありつつ、というわけで、まあ、新チャレンジね、とりあえずやっていきます。で、前シーズンの振り返りを多分まだしてなかったので、まあ軽く振り返ろうかなと思うんですけど、まあ前シーズン123位と、まあ、いうわけで、まあまあ、なんかよく取るんですよね、この100何位に。そう。っていうわけで、まあなんかいつも通りって感じですかね。まあ前なんかね、すごい沼って1000位とかが1回あったので、まあさすがにそうはならなくて、まあなんとか良かったですけど、7967かなんか796何本ぐらいまで行って、あともうちょっとで8000だっていうところで8000いけず、なんか停滞してたって感じでしたね、前回は。はい、まあなのでちょっと次はね、本当にマジで上位取りたいですね。マルチ上位を、はい、取りたいと、いつも思ってるんですけども、頑張ります。というわけで、この巨助デッキですね。はい、これです。スペルなしです。そして、まあ、なんかユニット多めなんですけども、これ、舐めてかかると皆さんすごい痛い目合いますよっていうぐらいめっちゃ強いです、これ。なんか、今回のチャレンジは盾の選手がこうステージ上にパラパラパラーっていっぱい散って出てくるんですよね。まあ、なので、まあ、簡単に言えば、こう単体攻撃が通りづらいって感じですね。プリンスであったりだとか、まあミニペッカとか、まあそういった単体攻撃のユニットは全然ね、今回のステージは活躍しないので、もし使ってる方がいたら、そのユニットの枠は違うユニットの方が、まあ、いいかも、まあ、知れませんというわけなんですけど、まあなので今回僕は、こう範囲攻撃のダークプリンスだったり、こう、まあ陸なので盾の選手は、こう空で一方的に攻撃ができる、まあスケドラとか、を入れてます。このベビースケドラがね、思ってる以上にいい味を出してくれます。お、やばい、これ出てきた盾の戦士がまあ頑張ってくれてるんですけど、そう、なのでベビースケドラこの2枚がね結構強いと思います。そしてまあ範囲攻撃のダクプリと、まあロケット押しですね。なんかロケ砲とかフキアとかマジアチとかも強いと思ってて、なんか残るんですよね。そう、一生ステージに残ってくれるので、こういうインドラとかも、そう、まあ空ですね。インドラでも盾の戦士にはそんななので、こう、まあ、後ろからスケドラとかビビとか、まあ、ダックプリとか、まあ、ランバムなんですけど、全部今回、スペルでワンパンされないユニット、まだ、スケドラとかは、ファイボで処理されたりあるんですけど、ロケハムやなめか、全然あるんですけど、まあ、気持ち固めのね、ユニットを多めに入れてます。そうすると、こう自然と、こう、何もしないのに、自然とカウンターにね、繋がってくれるんですよ。まあ、そういうところを、ちょっとね、狙いつつ、こう、自然ともカウンターですね。で、残ったランバーとか、なんか、キョスケ、ダクピリとか形が残ってれば、まあ、それにバルーン足してみたいな感じで、まあ、戦うっていう、プランでございます、今回。なので、ほんと基本的に後ろ出しして、ユニットが残ったら、まあ、始めバルーンつけるかな、みたいな。こんな感じでね、そう受けてあげて、盾の選手も出てきますね。で、ゴブリンバレルは、ちょっと辛いですね。このデッキスペルがないので。まあ、なんですけど、まあ、ユニットで受けてあげたら、受けてあげたで、こう、残るんでね。さあ、両サイドね、この逆サイダクプリとかもちょっとうざそうというところで、適当にヒースピもつけて、よいしょ。これ、盾の選手が出てくれたら、それによって回復できるっていう、このね、盾の選手をもう利用していくっていうわけで、さあ、ロケット星で、まあ、回収していきます。いや、吹き矢とかもね、個人的に強いと思うんですけど、まあ、ロケ砲でもいいかなって思いました。マジアチャとか、なんか両サイ受けれるユニットは普通に強い気がしますね。で、端前これもキャスケで止めてあげて、光栄のウィザーとかをね、こう、しばいていくよという感じですね。これ多分、ヒースピを出してあげないとちょっとやばい気がした。ウィザーとかね、こう、ベビドラを殴ることによって、ね、ちょっと止まっちゃってるんですけど。さあ、残り56を削りたいけど、削れないですね。スペルがないので。はい、という感じで、なんかもう、基本的に守ってカウンターというか、まあ、なんかユニット出してたら残るんですよ。ダクピリもですし、こうベビとかスクドラも、こう、結構盾の戦士だったり、まあ、こう、ユニットに強いユニットを今回入れてるので、まあ、基本的に残ったら、それにね、バルーンつけて、ヒースピつけてとか、まあ、そんな感じで。このデッキはね、すごい個人的には自信がありますね。チャレンジデッキの動画を出した時に、こう、
フラッツさんのデッキで勝てました、ありがとうございますっていうコメントもあれば、いや、そのデッキクソ弱いからマジで負けたわ。ふざけんなっていうコメントとかもあるんで、もう、それは本当申し訳ないなっていう気持ちもありつつ、やってるんですけど、今日はね、もう、僕の動画を見てくださった全員に、え、このデッキやばい、強すぎて、敵全員ボコボコにしちゃったっていうぐらいのコメントをね、ちょっと楽しみにしたいと思いますね。と言いつつ、初っ端からね、いや、負けそうやんけって感じなんですけど、全然、このサービスですね、サービス。しかも、ウィザードが、ちょっと待って、ランバーが間に合えば、ランバーが、あ、終わった。あ、はい。皆さん、このデッキ弱くないです。こっから勝ちます。で、ちょっとね、本当に痛いだったんですけど、前半。ここからね、勝てば何も、問題ないです。というわけで、ウィザードが、厄介なのは厄介なんですけど、もうウィザード来たら逆サイに行けばいいんですよ。そう。で、逆サイに行って、やば、気づいた。ウィザード、じゃあ、ゴレが止まんないっす。これちょっと光栄、キョスケで全部飛ばします。で、この間に、溶かして、待って、俺こんデッキ、めっちゃ強いんですよ。砂漠でもやって、負けずに、あ、はい来た。はい来たわ、と思いつつ、なんで?と思ってるが、いや、まだ勝てます。さあ、こんな感じでね、ユニットが残るよ。ユニットが残ったら、こっちにつけちゃう。で、ガゴ群れがいる、スケドラ、早く。あ、でも、このデッキチャレンジあれなんですね。1分経てば、エリクサが2倍タイム、3倍タイムってなるので、あ、2倍タイムか。になるので、後半というか1分経ってからがめっちゃ強いですね。エリクサがめっちゃあるって感じですね。なので最初の1分だけ、ちょっとコストが足りないになっちゃうかなっていうぐらいですね。もし、なのでもうこっからはね、もう僕のタイムですね。この、中型をね、いっぱい出しまくれる時間帯ですね。さあ、守れば基本的にこう形ができるので、真ん中気をつけ、ドーンからの、もうこれはね、勝ちましたね。本当に誰もが最初は負けたと思うんですけど、僕以外の方はね。負けないんですね、本当に。なんかこう、最終的にユニットの量が勝っちゃうっていう感じです。よいしょ。全部残るんでね。全部残る。基本的にユニット対決に全部強いです、こいつら。という感じで、盾の選手もね、たまにこう攻めてね、生き残った奴らが活躍してくれますね。よいしょ。というわけで、いやー、いいですね。今回は自信あります。皆さん、コメント、マジで。いやー、お願いします。結構自信あるんですけどね、なんかザップとか欲しいじゃんとか、フリーズとか欲しいじゃんって思ったんですけど、まあ欲しいんですよ。欲しいんですけど、まあなくても戦えるっていう感じですね。まあウルトラがこのデッキはまあランバーが入ってんのか。なので、まあランバーを持ってない方とかだったら、まあなんだろうな、ユニット、でもいい気がするんですけど、ランバーの回って意外とむずいので、しかも盾の選手でも意外と強くて、なのでランバーの枠を、まあ、フリーズとか、まあなんかそういうのではありな気もしますよね。まあ、ソロにはもうベビードラ、スケドラ、ロケット方式がいるので、まあ陸、なんか強いやつ入れとけばいいかなとは思うんですけども、なんか普段のチャレンジだったら結構スパーキーとか強いんですよね。そうなんですけど、今回スパーキーはさすがに盾の選手に弱いので、さすがに違うかなと思って、まあ試してないんでわかんないんですけど、まあ試したらめっちゃ強いかもしれないし、まあみたいなね、ところもありつつ、いや、相手の防衛がうまい。今のヒースピでね、回復したらフィーバーだと思ったんですけど、トルネロケッティーナでおしゃれに防衛されましたね。そう、しかも相手もロケット4し、よいしょ、まあロケを合わせてね、相手の敵何だったか覚えてないですね。あ、ウォールブレイカー。やば、めっちゃ頑張る相手。からの、まあ、どうせなら、ランバーのレイジにバルーンを乗せたいみたいなとこありますよね。あ、でもしかもやべえ、これバルキリー、ボムタワー。相手の敵は超防衛するぞデッキですね。よいしょ、なので、この防衛突破します。しかもトルネロケを、バルーンで勝てると、さすがにオシャレじゃないですかっていうね。いや、これトレネロケ、いや、トレネ使ったの、いや、あるんですよね。マジで。なんなら、ロケ来てもヒースピで回復してあげればいいっていう、この、これ、飛べ来た、これ、ロケガン虫。で、トレネがあったとしても、この後ろのね、
スケドラとかユニットが止まらないよっていう。よいしょ。さあ、しかも逆サイ縦の選手がねタワー折ってるんですよね。なんかなぜかね、いつかこうなります。だから僕が頑張ってユニットで戦ってれば、僕のユニットで戦ってればっていうか、ユニットで相手の縦の選手とかにをこう処理してれば、基本的に僕の縦の選手はサボって残っていくって感じですね。積極的にビビドラ、ダックプリ、スケドラあたりがね、ちゃんと選手処理してくれれば、この縦の選手ですら、攻めでね、大活躍を、まあ、してくれると言った感じですかね。なんで縦の選手が今強化されてるというか、こう、注目を浴びてるのかわかんないんですけど、なんだろう、なんか、環境、次の環境の修正も出ましたけど、縦の選手なんも関係ないっすよね。多分、本当に。多分今日の夜に、メンテナンス来て、環境ちょっと変わると思うんで、まあ、また、そしたらね、いや、このデッキ鬼強いみたいな、いや、このカード弱くねみたいな、まあ、動画も上げれたらね、いいかなと思ってます、という感じで。ボーラーも、このチャレンジ強いと思ったんですけど、なんか、ダクプリでよくねってなっちゃいましたね。てか、ダクプリとボーラー初め入れたりしてて、いや、2枚もいらねえなってなって。じゃあ、ダクプリでいいなって。だからボーラーもすごい優秀なんですけどね。だから攻めでそんなの印象を持てました。なので、ダクプリだと、守りつつ、勝手に攻めもしてくれるっていう印象がね、僕はすごいあって、こうやつにしましたね。さあ、相手もダクプリ。まあ、ロケット押し出して、両サイドね、しっかり防衛してもらいます。やばい、これ、ダクプリが入る。うい、お、うい、ロケホを人質に。そう、あれ、ちょっとやばい。なんで、ボーラーとかに全焼きされてますね。まあ、範囲が強いですね。今回、ウィザードとかも、全然弱くはないと思いますね。ウィザード、ちょっと痛いです。僕のデッキからしたら。まあでも、逆サイ進めるなり、キョスケ蓋するなりすれば、よいしょ。さあ来た。皆さん、フルカウンターです。これもバルーンつけて、ヒースピ添えてあげて、よいしょ。全回復の巻。で、ウィザードが出てる。え、ダックプリヤンキーすぎ。いやー。相手、ってか、施設取るね、流行ってね。謎に。施設取るね、きついんですけどね。このデッキ、明らかに。まあ、頑張ります。さあ、ランバーのレイジにバルーンを乗せるだけで、まあ、ぶっちゃけ相手はしんどいと思うんですよ。で、ヒースピも乗せてあげて、で、まあ、トルネを使いたいと思うので、後ろにベビーとかも、重ねてあげると、よりね、トルネを打ちにくいというか、ハンター出したら大体コストなかったですね。物量デッキですね、物量。この量で、勝っていく。で、ここちょっともう、後ろめんどくさいので、キョスケ蓋してね、全部溶かしてもらいます。よいしょ。さあ、ロケット押しも優秀。で、ダメージが減ってきたら、こう、相手の縦の選手とかうまく利用しつつ、回復していく。さあ、で、バルーンつけちゃいます。で、ベビドラもつけちゃいます。いや、この、ベビ無双。マジで。ベビスケドラ無双ですね。このチャレンジは間違いなく。いやー、ここでフリーズやったらおしゃれだけど、ベビ一回殴ったな。あ、来た。止まらないやつだ、これ、量が。はい、グッドゲームと。いう感じで、本当にね、今回は自信作なんでね。マジで皆さん、負けないでくださいよ。お願いしますよ。というわけでさ、ラストですね。ラスト勝てば、なんか、ウルトラレア宝箱かな。なんか、いい宝箱もらえた気がするんで、ぜひ勝ちたいと思いますね。まあ、僕、お金になるだけなんで、そんなね、そんななんですけども。まあ、宝箱開けるのはちょっと楽しいんでね。さあ、ディーガー拾っていく。前半さえ乗り越えれば、てか1分、初めの1分がエリクサー普通1倍。で、1分経てばもうずっと2倍なので、で、最後だけ3倍とかだと思うので、よいしょ。1分耐えてしまえば、もう僕のこう4コスユニットがいっぱいね、並べられて最強タイムになると思います。さあ、まあ守って待っとけばいいやろうという感じですね。相手は、ボーラーですね。いや、ボーラー多いですね。まあ、ボーラー、ウィザード。まあ、その辺が今回多いかな。まあ、間違いなく強いですね、範囲が。範囲が強いというところで、さあ、ここもバルーン、蓋してあげて、気をつけてね。で、バルーン飛ばして、ヒースピで、この縦の選手がいるので、絶対回復できるっていう、こう、せこいね、
いや、相手さらにかさ増ししてきましたね。いやー、これがいいですね。縦の選手が逆にヒースピーとかを回復させやすくしてたり、まあ、よりスケドラとかベビドラが活躍するっていうね、感じのね。これいいですね。縦の選手。陸には強いですけど、逆に、空ユニットに対して結構弱点なので。まあ、空で攻めるっていう戦術もまあ、ありだと思いますけどね。よいしょ。あー、これ、相手は、芝ローリングッドと見せかけて、そうですね。諦めてますね。と見せかけて、キングにバレルバレルっていう、非死んだ振り作戦も全然あると思うんですけど、まあ、さすがにもう間に合わないかなと、まあ、言ったところでね、この物量デッキの前にもうなすすべなしと、まあ、いうわけなんですよ。はい、皆さんこれ、いやマジで今回はこれもう、さすがに強すぎ、困ったちゃんデッキですね。さあ、ウルトラレオ。いやー、僕はスケラが欲しいですね。スケラかユーノ。マジエチェも好きだから、まあ許すんですけど。はい、というわけでね、この縦線チャレンジやってきたんですけど、ぜひこのデッキね、はい、お試しくださいというわけで終わります。よければ、チャンネル登録と、まあ、高評価と押してもらえるとすごいね、嬉しいです。コメントもぜひお待ちしてます。というわけで終わります。お疲れちゃんでした。またね。